山形県酒田市のバイカー鈴木モータースです。昨日ですね、動画の方で僕あのウィソン250のこう組み立てをしますというふうにお伝えしましたけども、昨日ですね、もうほぼほぼ完成したと。まだちょっとやるところがあるんですけども、250ですね、これ秋田市の方からですねご注文いただいて、カスタムの方でご依頼をいただきました。新車で、で今回はまずですね、グリップヒーター、木島のグリップヒーターを、これですね、グリップヒーターいろいろある中でうちがいつもおすすめしているのがこの木島のグリップヒーターなんですよ。 GH07 っていう型式なんですけども、グリップヒーターってやっぱりちょっと細く、あ、太くなっちゃうんですよね。純正グリップと比べると太くなっちゃうので、それですね、非常にこう純正グリップの下に近づけたのがこれで、なおかつスイッチがあるんですよね。グリップヒーターって別にこうポテッとしたやつがあるんですけど、それがこれないんですよ。なんでかっていうとグリップと一体式なんですよ、これスイッチが。ここにかっこよくないですか、スリムで。でここがスイッチ入れるとこういう風にですね、何段階にもだんだん赤くなっていけばなるほど温度が上がるんですけど、これがマックスですね。オフ1、2、3、4、5、ここいいですよね。この色味がライダー心をくすぐるっていうか、エッチないやらしいかっこいい感じですね。ライダーしか見えないですからね、これは。で、あとは木島のヘルメットロック、ここはですね、ベイストローム250専用品ということで、タンデムステップにこうくっつけてですね、ここにヘルメットロックの方をつけさせていただきました。あとは3点パニアですね。またあの鈴木の方でキャンペーン始めて、9月の末まで 30% オフキャンペーンやってるので、純正のフルパニア3点セット。これも中見ていくと、これすごいですよ。トップケースにこう背もたれついてますからね、純正で。優しいですよね。でこれも、開けて、今保証書がいっぱい入ってますけども、こんな感じですよ、中身は。ほんでパニアケース、サイドケースもこんな感じで、よいしょ、はい、こんな感じで結構入りますね。もうなんか V ストローム250にフルパニアつけると650と大きさ変わらないじゃないかってくらい、もう250には思えない迫力、存在感がものすごいです。あとはデイトナー製のエンジンガードのロアとアッパー2種類あるんですけども、まだですねロアしかつけてないんですよ。でこれからアッパーもつけるので、これをですね、つけてご依頼いただきました。あとは、そんなところですかね。純正で USB のポートもついているし、あとはマルチバーですね、これもつけました。携帯マウントとかするときのですね、このマルチバーも取り付けいたしました。ここに携帯ホルダー、スマホホルダーをつけると、でこれはですね、来週ご納車予定となっております。登録をしてですね、ベースオブ250をフルパニアですね、来週ご納車しているというふうに思っております。じゃあですね、また完成したらアップしているというふうに思っております。じゃあ今日も一日よろしくお願いします。